けで来てみたけど、クックン、さっきの話によるとここでは僕の思い出と戦うことになるんだよね。つまり僕自身と。僕は誰に相手をしてほしいんだろう。なんだか自分でもわからないからドキドキするよ。ふん。え？アルル、お前が強敵と認める存在といえば俺を置いて他にはいないはず。は？シェゾ、君が来たんだ。当たり前だ。さあ俺とするぞ。俺と勝負するぞってことだよね。ここでもまた言い間違えてるよ。ちょっとお待ちなさい。え？アレルの永遠のライバルといえばこの格闘女王ルルしかいなくってよ。自称闇の魔導士は暗い洞窟あたりにでも引っ込んでなさい。な、んだと？これどういう展開？待て待て待て！あ、さらにまた来ちゃった。アルルが認めるただ一人の存在といえばこのサタン様に決まっているだろう。さあアルル、私ととってもラブリーな勝負を。僕ちょっとなんだか自分がよくわからなくなってきた。ググググ。サタン様が直々に相手をすることなどありませんわ。アルルの相手はこの私が。えい、そこをどけ。アルル、うわ、俺のものだ。アルルとカーバンクルちゃんと勝負をするのはこの私だ。僕の思い出なんだから喧嘩しないでよ。仲良くしてよ。よし行くぞ。じゃんけんぽん。あー行こうでしょ。よし勝った、やはり俺だ。勝手にじゃんけんしてるし。というわけでアレル行くぞ。オッケー、もはや誰とでもいいけど、とにもかくにもぷよぷよで勝負だ。ファイヤー！
ずるい、ずるいぞ闇の魔導士。自分だけアルルとカーバンクルちゃんとお楽しみを。変な言い方をするな。サタン様、それではせっかくなのでルルーと楽しみませんか。サタン様のために鍛え上げた鉄の拳、ご覧に入れますわ。いや遠慮する。私はアルルとウッドリドリーミングなブヨ勝負を。まだ言うかおっさん。はあ、もうまだやってるよ。ググ、全然変わらないなみんな。までも心の中に変わらないものがあるって幸せかもって思っちゃったけどね。うん、さあみんなのところに戻ろう。行くよカー君。グッグッグか。私がヤバいって思うものってなんだろう。考えちゃった。今ふとあれのこと考えちゃったよ。じゃじゃーん、迅速丁寧、安心安定、あなたにスペシャルな恐怖をデリバリー。ここでも元気な双子の幽霊、レイくんです。私のバカ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 、自ら怖いもの出してどうするんですか。この思い出は思い出、今日二人で恐怖をお届け。ポーニャオー。聞いてないこの人。リンゴちゃん、呼んだ？あまままままままマギュロキュー。はい、マギュロだよ。リンゴくん、この毛皮でも触って落ち着きたまえ。リシュシェンピャイ。いかにもリシュシェンピャイだ。もう大丈夫、あの二人組はどこかへ行っちゃったよ。まことか、でかした。リンゴくん、反応がボーイッシュだね。しかしながらまだまだ冷静とはとても言い難く、ここは一つ勝負でもして落ち着くしかありません。ついでに力も強くなるらしいし。ついでなんだ。それではマグロくん、何はと思われ、プヨ勝負。
あ、厳しい。解けた。お、ビビってきた。おお。なんでこうなるの？完璧です。ふう、レイによってだいぶ落ち着きました。そりゃ、よかった。いつもありがとね。いきなり、どうしたの？本人にはなかなか素直に言えないからさ。それも一つの愛。あとリス先輩、第一印象から気になってました。中身調べさせてください。これもなかなか本人には言いにくいことで。中身とは？そこですか。そこの隙間をめくれば見えますか。いややめたまえ。ほらほら、リンゴちゃん、そのくらいにして。はーい。それじゃあみんなのところへ戻るとしますか。私が勝負の相手として思い出す人か。まずリデルとはいつもぷよ勝負で遊んでるし。えへへ、アミさんと勝負するの大好きです。ラフィーナのトレーニングにも結構付き合ってるな。レディたるもの、日々これ精進ですわ。手ごわいって言ったらクルークも成績いいんだよね。この僕にかなうとでも思っているのかい？フェイリもよくわかんないけど結構強いし。と、う、ぜ、うん、私には運命が見えているもの。そうだ、レブレス。怪しいイメージ強いけどあれですごい人なんだよね。そんなことないよ。って、そんなに怪しいかな。あとはあ、アミティ。あれ、シグ、何やってるの？ごめんごめん、いろいろ思い出しちゃって。ここどこ？私の思い出の中だって。だから目の前の君は思い出のシグだね。あ、
うん、やっぱり難しいよね。実は私もこれが何かよく分かってなかったりするんだけど、つまりここでぷよ勝負すればいいみたい。そうか、分かった。それじゃあいざぷよ勝負。フェアリーフェア
ここがティーの思い出の中か。ここで暴れたらどうなるのかな。思い出が変わるのかな。記憶が混乱するのかな。よし、早速やってみよう。やめろ。人の精神世界で暴れるな。キャー、見つかっちゃったよ。まったく、油断も隙も。おい、何やってんだ。いや、ティーか。人の思い出の中など不安定な場所は少々恐ろしくて。だったら無理するな。帰れ。俺が戦いたい強敵といえば、やはり先代のテトリス王者だな。先代のテト号の艦長でもあったんだよな。なんでだろう。仲が良かったと思うのに、なんだかいつも思い出すことができない。ピピピー。王か。よし、テト号艦長ティーが報告する。ここは思い出の世界。力を強くするため、今より対戦を行う。ピピピ。ピヨピヨだな。せい。よし、これでいいだろう。ピーピーピー。いつもありがとう。で、本人に言ってやらなきゃな。あれ、そういえば俺はいつも王を通して報告を行っているが、一体誰に報告しているんだっけ。ならいつでも受けるよ。Sが相手に選ぶのなんてあの人しかいないわ。パパ、全世界で一番優しくって素敵なパパ。
リンゴとかいうぐるぐるヘアの子に、なんでパパなのって言われたけど、Sは分かってるもん。パパなんだもん。それでいいわよね。Sはーい。すまない。あ、寂しい思いをさせてしまってすまない。な、何言ってるの。パパがいつもそばにいてくれてるじゃない。 S、全然寂しくなんてないわ。 Z は僕が作った護衛システム。君のそばにいられない僕の代わりに。パパ、どうしたの。何言ってるの。 S、君に会いたいよ。パパ、勝負しましょう。なんだかわからないけど、エス、なんだかモヤモヤするかも。さあ、テトリス勝負よ。加速しろ。よく見て。エスが一番可愛いでしょ。ウィップクリームは簡単よ。よく見て。検査終了。ほら、エスが一番ゼルナイルに簡単よ。よく見て。ほら、エスが一番可愛いでしょ。ゼルナイルに簡単よ。よく見て。ほら、エスが一番ゼルナイルに簡単よ。よく見て。ほら、エスが一番可愛いでしょ。ファンデーション簡単よ。偽物ね。早く本物に会いに行かなきゃ。パパー、ピー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 。やあ、おう、久しぶりだ。ピー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 。ちょっとお邪魔するよ。ピピー、いつも T の報告を僕に伝えてくれてありがとう。ピピピピピピピ、とても感謝しているんだよ。でも今僕のせいで大変なことに。ピ、やはり分かっていたのか。本当にごめん。どうか僕を止めてほしい。時空の果てで待っているよ。ピーピー。さあ、そのために力を強くするんだったね。君の相手はあの子しかいない。そろそろ僕は行くよ。またね。おう、よし。
くらえ。ピピ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 ピホールド。よし。諦めない。声聞くと鼓膜が疲れるでしょ。黙ってて心配しただけでこの仕打ち。アミティごめん。 S はそのいいよ大丈夫。だいぶ S のこと分かってきたから。多分だけど今の S 何か気になることがあってそわそわしてて、それでついきついこと言っちゃってるんだろうなってなんとなく分かるし。ありがとう。君はすごいな。ピーピーピー。でも少し寂しさも感じるな。せっかくみんなこんなに仲良くなったのに。どういうこと？混ざってしまったぷよぷよの世界とテトリスの世界。この事件を解決したらおそらく世界は元通り、別々に分かれて俺たちや君たちもきっと元通りとなり離れ離れになるだろう。え？そういう話？気づいてなかったのか？へえ、そんなの聞いてないよ。寂しいよ。やだやだやだ。俺だって思うところはあるけれど、世界を元に戻さないわけにはいかないじゃないか。皆さん、準備はできたようですね。今のおみゃらの力を使えば時空の果てにひとっ走り行ってこられるはずだにゃ。もうまだ心の準備が。それでは皆さん、いってらっしゃい。